チャペコエンセのブラジル全国選手権一部残留が決定した。17日に行われたブラジル全国選手権第35節、チャペコエンセはホームでヴィトーリアと対戦。19分に先制を許したが、24分にアルトゥール・カイケの得点で追いつくと、後半に入り77分に途中出場のトゥーリオ・デ・メロが決勝点を挙げる。逆転勝利を収めたチャペコエンセは、勝ち点を47まで伸ばし、3節を残した段階で一部残留を決めた。動画、日本代表、前半でブラジルに3失点、牧野智明の一撃で反撃も惨敗。昨年11月28日、コパスダメ。リカーナ決勝戦のためコロンビアに向かう道中、チャペコエンセの選手やスタッフを乗せた飛行機が墜落。71名が命を落とし、チームは大幅な再編成を余儀なくされた。一時は降格圏に沈む苦しいシーズンを過ごしたが、ここまで13勝8分け14敗という結果で、見事一部残留を勝ち取った。